株式会社松井銀馬工業です。松井豊と申します。主体的なお仕事は金属研磨です。まあその他のもうちょっと柔らかいもの、プラスチックとかそのようなものも磨きます。社員は素晴らしい技術を持った人間が9人います。平均年齢はね、みんな気持ちの上じゃね若いと思っていますが、実年齢はね、平均年齢は45歳ぐらいかな。9人のうち6人お前ザキ氏で、牧之原氏の人間が3人おかげで来てくれています。研磨とは磨く、より一層今の、製品付加価値をつけるっていうか、見栄えを良くするのが主体的で、工具類かな。工具類って言ってもいろんな種類があって、例えばラチェット、ネジを緩めたりはめたり、いろんな種類がありますが、これが工具類のラチェットと言いますが、皆さんもご存知の通りな製品ですが、ここまで来るには鍛造とか鋳造っていうその鋳物の型にはめてうちらに来ます。それからいろんな過程を経て、うちらも穴開けとか、切削とかしながら最終的にこのように、磨いていって、そして下地を作ってメッキします。そうするとこのようないつも車をこう修理したり作業するときに使われます。30年ぐらいかな、私が若い頃35ぐらい、個人で仕事を始めまして、その前はね、私もねの話になるといろいろお仕事をしていて、まずは船乗り、その他もろもろも しまして、アルバイトに行った先が研磨屋さんで、あ、これなら自分も努力すればなんとかご飯が食べれるかなと思いまして、今現在のお仕事をしています。やりがいか、仕事に対してのやりがい。研磨というものは多少なりとも形が変わって、製品自体がきれいになる、形が変わる、きれいになるっていうのはやはりどっかやりがいがあるかな。研磨というものはいろいろあるんだけども、そうだね、やっぱり人間の目、人間の感覚、人間の手、素晴らしいものを持ってるから、それを活用しながら、研磨という、お仕事をさせてもらっています。一つの製品に対して2工程入れる、研磨だけじゃなくて、例えば穴開けとかそのような工程を付加価値を作れるっていう、そのような作業をちょっと取り入れたかな。そして相手に信用してもらう、ああこれならいいな、一箇所で2工程も間に合うっていう作業も取り入れました。仕事をしに来てくれて、ああ楽しいな、なんか気持ちいいな、みんなで話をしながらこう仕事に関してちょっとは笑いながら努力する、そういう雰囲気作り、職場作りっていうのもやはり
あの生産性に結びついて、これからの将来的な松井研磨工業、やはり第一の目的は継続する。継続するためには何をしたらいいかというと、やはり来てくれる人間、従業員、健康で、職場に関しては安全で、もう一つ給料面も満足してもらえるような従業員を増やすとか、そんな欲ばっか張ってたってさ、ちょっと嫌だなって面があるからね。安全、健康、もう一つ、来る時に帰る時に車の運転だけは気をつけてもらいたいです。